皆さん、明けましておめでとうございます。今日は岡山市北区の吉備津というエリアに来てます。JR 津山線、津山線じゃなくて、吉備線かっこ桃太郎線の吉備津駅からだいたい10分ぐらいの距離にある吉備津神社にこれから行こうかなと思います。ちょっとね、冷え込むのでしっかり防寒対策して、参るのですけども、今日はバーチャル参拝的な感じで皆様にお届けできたらいいかなという感じで来ました。時刻は19時ですね。普段だったらね閉まってるんですけども、お正月の初詣の関係でまだ開門されております。ちょっとね、この辺の様子を撮影していきましょう。こんな感じでちょっと露天があります。いい匂いがしますね。で、今日はこの上に登ろうかなと思います。はい、吉備津神社です。ちょっと人がいっぱいいるので、あ、冷たい。よし、今もちょっと秘策がないですけども、はい、あ、眩しいな。ちょっと登っていきます。結構ね、急な階段ですけども。
よし。すごいな、この吉備津宮って書いてあります。はい、ここか。よし、じゃあ皆さん思いを込めてください。じゃあ行きましょう。よいしょ。よし。はい、じゃあ行きましょう。おみくじ引きましょう。あ、まぶしい。はい、ちょっと桃太郎にね関係した神社かな。あ、お寺というか。行きましょう。で、行きます。11番。あ、これか。7ですね。吉、縦長ですね。もうあの階段を全部登ってから、登ってすぐこの本殿があるということですね。まあ、昼間、まあ、見晴らしがすごいいいんで、見晴らし見通しがいいので、ね、他のところに目が行ってしまったりしてたんですけど、まあ、夜暗いうちに来たらやっぱこの本殿がかなり目に一番最初につきますね。じゃあこのままずっとまっすぐ行きましょう。こっちにね立派な蔵があります。で、そのあ、こっち出口か。その上にもまだあります。おそらくね、なんか学問の関係だったかな。
ガントンネル。過去問というか、まあその試験とか受験とかでなんか結構みんな来るような感じなどを聞いてるんですけども、まあ、合格トンネルみたいな、結構ねこれを見ると、大学高校関係のね、なんか卒業じゃなくて入学みたいなのが多いですね。学問系かもしれない。あと健康ですね。しょ。2杯、ちょっと手合わせられないですけど、ちょっとお許しください。やっぱりね、あの合格のだるまもあります。はい、じゃあちょっと、ちょっとこっちか。あ、なるほど、知恵を。やっぱりちょっと学問の関係なんですね。お、猫が。これなんか狐みたいなのが、ね、猫ですね。はい、なんかすごい気にして。じゃ行きましょう次。出口がまた別方向になってます。でこの合格と書いた、これがおみくじをこうやって張り巡らしてるのかな。じゃあちょっと下を降りていきます。吉備津神社といえばね、有名な写真スポットがあるんですけど、まあ観光とかの紹介ではね、大体この廊下、一直線の廊下がね紹介されるんですけども、まあ、昼間来たら多分こっちがねすごいねインパクトが強くてなんですけども、まあ夜も夜でねなんか感じがいいですね。よし、こっちにも建物があります。恵比寿と書いてますね。恵比寿、祭り、恵比寿祭。
ちょっとお金を入れていきましょうかね。恵比寿、なんかまあ恵比寿という文字にはまあね、いろいろとなんかお世話になったので、まあ、大阪でもね、あの恵比寿っていうのがあったり、まあ恵比寿橋とかあったりするんですけども、倉敷でもね、恵比寿通りとか恵比寿湯とかなんかまあいろいろありますので、まあなんか去年は恵比寿というワードにすごい関わったような感じがします。はい、はい、よし、じゃあちょっとこれ下まで降りていきましょう。から一直線ずっと道が続いておりますけど、まあこの先はね、行き止まりだったかな。ちょっと左行っていきましょうか。のがあるみたいですね。でお祈りしましょう。はい、こんな感じです。やっぱ限定なんですね。限定というか、じゃあ行きましょう。ここで降りた感じになります。完全に はい、というわけですね。ここはもう駐車スペースです。はい、というわけでね、今日はこんな形でお届けいたしました。なんか少しでもね、行った気分になれたらいいかなと思うのと、まあこの辺ね、昔から来てた、まあ今は県外にいる方とかね、戻ってきたいけど戻ってこれないような方とかね、この動画を見て、行った気分になれたらいいかなと思います。というわけで今日はまあこんな形で簡単ではありますけども終わろうかなと思います。皆さんありがとうございました。ちょっとね騒がしいですけどもね、まあ、騒がしいお正月もいいのかなと思います。それでは皆さんありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。
こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。